おっしゃー、リオルスです。お久しぶりです。それでは本日もドラゴンクエストビルダーズ2やっていきましょう。はい、いや本当お久しぶりでございます。といっても4日か5日かぐらいですかね。うん、突然プレイステーションネットワークの方で、なんでしょうね、不具合が起きたのか何なのかわからないですけども、リモート操作ができなくなって、僕それでキャプチャーしてやってたんで、ちょっと録画急にできなくなったんで慌ててね、今まで使ってなかったキャプチャーボードを注文してなんとかこう動画を撮ることができるようになりましたので頑張っていきましょう。はい、でなんだっけ、何するんだっけ、何してたんだっけっていうところで、村人を幸せになってくれ計画は一旦ちょっと、一段落を終えて、そうこの小さなメダルを集めようとしてたんですよね。なので今日はこの辺をちょっとクリアできるだけ、やっていきたいと思います。はい、一個一個こなしていきましょう。頑張ればできそうなのが、いくつかありますん でただこのアニマルパークっていうのがちょっといろいろやってみたんですけども、わからないなのできっとそのうち誰かがヒント出してくれるだろうと思って、あの村人がねこうモンゾーラ帰ったりすると これとこれをつなげれば、システムキッチンになりますよとか、なんかいろいろ村人が時々ね、あの部屋のレシピとか教えてくれるんで、誰かしらが話してればそのうちアニマルパークのヒントも言ってくれることになるかなと思いますので、とりあえずは分かってるやつからクリアしてみましょう。はい、じゃあまずはとても高い場所に部屋を作っていきます。よろしく。おい、サクサク行こう。はい、これ以上の高さには物が積めないところまで来ました。はい、不思議な力で弾かれます。なのでよく考えたら屋根が作れない、もう仕方ないここまで作っちゃったんでこれで完成させようと思います。あの今までで一番高かったあのドルトンの部屋見えますかね、あれがあんなに下なんですよ。でその横が何かしらアニマルパークにできないかなっていろいろ広げた、あのね牛さんたちの憩いの場なんですけども、あれじゃ何も、反応してくれませんでした。じゃあここはまず完成と。はい、小さい焼き部屋ですねはい、とても高い場所に部屋を作ろう達成でございます。ここ誰の部屋にしよう、これこれ誰の部屋にしよう。わあ、もう開拓レシピを達成したよ。じゃな、生まれる、ああ久しぶりに産んでやったぜ。カーキの、そうだカーキの壺パワーアップして沼地とか取れるようにしないといけないんだよね。そうだ、誰の部屋って決めてなかったな。ネームプレート、ネームプレート、誰の部屋か、どうしようかな。とりあえず設置して、小さい初めての個室、ちょっとゼセルさんそこにいると多分あなたに話しかけちゃう。あー書くって一瞬出るんだけどな、一瞬出るんだけどな。ちょっと一回降りて登ってこれ微妙なライン、ダメだ、話すが優先的になってしまう。あ、いけた。誰の部屋にしますか、どうしよう。ここミミズンの部屋にしたら嫌がらせだよな、さすがにっていうか誰の部屋にしても嫌がらせでしかないけどな。あ、そっか、まだ引っ越させてないから、これしか、今動物しかいないんだな、ここ。動物とリズしかいない。リズ、この階段を登って、たくましく育ってくれ。一旦、とりあえずリズの部屋。登ってくんのこれ、リズ。登ってくる？来ないね。さすがに来ないか。あ、違う、作業台。あー、指導みんな落ちていってしまった。ちょっと作業台は回収しないとね。たけー、これたけー、だってドルトンの家がここですよ。で、ここに、ちょっとアニマルパークってどうなんだろうっていろいろ、あ、落ちちゃった。設置してみたんですけども何も起こらなかった、これですね、これなんだっけ、今ナチュラルな超大きい水飲み場だそうです。はい、
ダメなんですね。誰かヒント来るまでここはお預けですね。じゃあ次行きましょい。はい、続きましてはこだわり、うん、草原をたくさん作ろう。これで良さそうですね。うん、じゃあやっていきましょう。場所はもうここ広げていけばいいかな。うん、とりあえずここを広げていけば、うん、50マス、うん、50草原、はい、できそうなんでちょっとやっていきたいと思います。押す。はい、というわけで次は緑地を作ろうということで、持ってる、うん、沼泥とりあえずここに敷き詰めました。はい、あとはミミズンの出番ですね。うん、行くぜ。これうまく合わせるのが微妙に難しい。ここさあ来い、早く早く早く、次ここで、次はここあ、ちょっともったいない、ちょっともったいないちゃんと緑地増えてることになってんの。ここ緑の開拓地でいいんだよね一応。どうなんだろうこれ、増えてることになってる。50分の29、これ29って何の単位なの。これ9、この団子1個で1扱いなのかな、どうなんだろう。これで50分の30になってればいいの。あれ増えてない、ここじゃないのここじゃないんですか、この目の前じゃないんですか。あの村人たちがいるところでやんなきゃダメよって、あ、いけた。え、あ、これは空っぽ島にか。グリーンパネル、そう、草木をアレンジした壁掛け風、え、なんか覚えた。いや、そうじゃないんだそうじゃないえ、ここダメなの。でもこだわり草原をたくさん作ろうって今出たな。なんだ、え、どのタイミングであの29が増えるの、どうどう。あ、31になって、あ、ちょっとラグがあるってだけか。あ、よかったよかった。でもびっくりさせないでよ、これ敷き詰めたのとこの草団子が全部無駄になるとこだった。じゃあもう置いてっちゃって大丈夫ですね。はい、700だか800ぐらいの泥をですね草原に変えたんですけども、まだ足りないと50分の43まで来ましたね。遠いなどんだけ作れっていうはい、なので一旦ちょっとモンゾーラに行って、沼取ってきます。はい、くわー大変だこれ。はい、モンゾーラで沼を2000個取ってきて、まあ、しこたま、はい、広げました。で、草原団子と森林団子を10個ずつ手に入れたんで、ちょっとねもう勢いで置いていきたいと思います。これでねさすがにクリアできてんじゃないかな、どうかな。うい、どんどん行こう。よいしょ、時々森林団子、あー邪魔するな。そう、沼を引いたらねこの窓ハンドと腐った死体がめちゃくちゃ湧いてくるんですよまあこの窓ハンドはこのね草の元を置いてくれるからいいんですけど、沼を引いてれば、そっか、あのこの草原団子を作る素材はとりあえず揃うってことですよね。よし頑張れミミズン、頑張れミミズン。この辺は森でいいかな。うい、どうよ、こんなんでさすがにいったんじゃないかな。あ、一個隙間空いてるまあいいでしょう。あ、もうちょいこだわり草原をたくさん作ろう、今出てた。なんか微妙な隙間、まあこの辺はね、まあ後で、グローブで微調整するんでいいでしょう。ほら頑張れミミズン、
ミミズンファイト、ミミズンファイト、うん、ちょっと色が違うぞ。あーできたーすごい中途半端、こだわり草原をたくさん作ろう達成。あー生まれる、よしだいぶ作ったなフォー見るがよい。うーあと8個遠いな。よしじゃあ次行きましょう。次はなんだ、あと1個ぐらいなんか簡単にできそうなのあったような気がするけど、なんだっけなんだっけ、いろんな作物を育てよう。あと3つ、あー余裕ですね。種はいっぱいあるから、うん、種こんだけいっぱいあるから適当に、うん、埋めていきます。よし行こう。おう、うん、謎が解けました。どうも13っていうのはこの13だね13は育てててあと2個、そもそも発見してないようだ。うん、なのでまだまだ行ってない素材島だねこれは。はい、というわけで、うん、作物はパスこの作物は、うん、どっかの素材島で拾っていきましょう。うん、まだ足りない。というわけで次行こう。うん、はい、赤の開拓地やってきました。ここでできそうなのはいろんな部屋レシピを作る、ホテルを作ろう、ホテル、あ、そして、あ、低い場所に部屋を作ろうは、これは簡単にできますね。うん、とりあえず下に掘ってって作ればいいだけだから。うん、あと豪華さの合計も簡単にできる。うん、じゃあ地下の部屋を超豪華にすればいいってこと。こだわりの更衣室、更衣室か、こだわり飼育小屋、こっちでも作んなきゃいけない。エッチなライトを置く、あ意外とできんな。こっちはこっちも3つぐらいできますね。うん、じゃあ頑張っていきましょう。まずはとても低い場所に豪華なエッチなライトでいこう。よし、一石三鳥だ。ここが一番下なんですかね、なんか叩いた感触がない、うん、とこまで来ました。じゃあここに部屋を作ればいい感じ。ちょっと試しにちょっとやってみよう。壁作って扉を置く。あ、できたとても低い部屋に場所を低い場所に部屋を作ろう達成。あとはここに、うん、ホテルこんなところにほっほっほー、開拓レシピを達成したよ。じゃあほー見るがよい。あー生まれる、よーし。こうもう明らかに簡、うん、明らかなのはいいですね。うん、一番高いところとか一番低いところとか、あ、そっちも部屋になったそっかそっか、よし。じゃあここにホテルってどう作るんだ、そもそもホテルってどう作るんだ。宿屋の派生系部屋レシピ、あとこの辺だよね多分。荒くれの寝室と農家の寝室の間に2つあって、ここにも1つあるから、ホテルなんだろうな、ホテル分からんな。まあ、とりあえずエッチなライト置いてっか。うん、そっちをクリアしよう。よしまあ分かるとこからやっていきましょう。ちなみにこれどこに繋がってるかというと、あ、登れなくなってる。はい、ここですね、ピラミッドの道具屋の隠し地下通路からあそこに行くように繋がっておりました。はい、じゃああとはちょっと、うん、エッチなライト作ってまたあそこまで潜っていきましょう。エッチなライトをあと2個作って、これを10個置けば、これをこの地下の怪しい部屋に、あ、もうすでにこれ豪華なんだ。あ、じゃあちょうどいいですね。うん、あ、どんどん豪華になっていく。あ、豪華になっていく。あれ、あと1個置けば
開拓レシピエッチなライト10個を達成。怪しい部屋できた。え、白地どこ、どこにいんの、どこにいんの白地。壁の中にいるの、また。うう、あと6個。うわー、遠いな。とにかくあとはここを豪華にしていけばいいね。うん、豪華なアイテムってなんだろう。これ豪華だった気がするから、これも10個ぐらい作って。どこまで豪華って上がるんだろうな。同じのをひたすら置いてっても豪華になるの、これ。上がってんね、上がってんね、どんどん豪華上がってんね、上がってんね。オッケーオッケー。じゃあこれもバンバン置いていけばいいんじゃないか。ていうか部屋広くしないとダメだな、これ。もうちょっと部屋広くしないとダメだな、これ。こっちの方を壊して、うん、こっちの方を壊して広げていきましょう。うん、で壁もそうだ、壁も関係あるんだよね、確か。豪華な壁ってなんだっけ、どれだっけ。豪華な壁、金金の壁、金のレンガの壁、金模様の壁。あ、どっちが豪華なんだろう。こっちでいいか。これ持ってんな、持ってんな今。どこにある、どこにある。あれ持ってない、どっかにしまっちゃった。どっかにしまっちゃったんなら作るか。作ろう作ろう、金の模様の壁。作れるだけ作って、いやそんなに1000個もいらない。とりあえず350個作って。いや、どんどん怪しい部屋になるぞこれで、塗りリフォーム固定でこう。あー、ちょっと、でもちょっとしか上がんないな。あー、いやでもまあやるだけやってみよう。うわー、なんだこの悪趣味な部屋になっていくぞすごい悪趣味な部屋になっていくぞ。あ、もう完璧じゃない。もうこれ以上増えなくない、豪華。あれ特にいいのか、これあんまりやる必要なかった、なかったかあ、いや、空っぽ島の部屋の豪華さを上げようって今あったな。やっぱりこの部屋を極限まで豪華にしてみよう。うん、うん、あ、できたできた、豪華さの合計を上げよう。オッケーオッケー。こんなものすごく地下室でいくつ達成できるだろうか。やはー、あと5個。あと何をすればいいんだっけ。部屋レシピをどうこうしようだったよな。うん、あと何かしら作って、何かしらの部屋ができたらラッキーってことで超適当何かしら、そう、なんかそう、おしゃれな、作ったことないものを置いていけば何かできるじゃん。スゴロクとか作ったことないな。スゴロクとか置いてみよう。スゴロク、スゴロク置くためのテーブルがいるね。テーブル、これ代々テーブル、家具か。あの、でっかいテーブル、でっかいテーブル。あれ、どうやんね、これか。大きめなテーブルを。あ、でも大きなテーブルで豪華じゃなくない、これ。豪華じゃないよね。なんか、地下の遊技場みたいになるな、これ。すごろく。え、なんか、サイズ合わない。はみ出してる。はみ出してる。しかも、特に何も起こらない。あと何を置こう。作ったことないやつ、作ったことないやつ。文房具、モップロットの貼った噴水で、ホテル、なんかうまくホテルとかできないか。ホテルっぽいのない。レリーフとか、魔物の呼び出し湯か、何これグランドピアノとりあえず作ろう。グランドピアノを置く。
とりあえず適当に置く。でかいな。あ、置けね、置けね。ちょっと待って、ちょっともっと広げよう、もっと広げよう。もっと広げる。あれ？あー、いいのかいいのか、ここが部屋扱いになったから、でまた豪華にします。豪華にします。で、ピアノでかっ。ピアノ置く。あ、これでも楽譜入れられるんだ。へえ。あ、でも全部閉まっちゃってるな、楽譜は、ジュークボックスに。うん、どうしよう。え、何も起こらないな、何も起こんないな。もっとなんかない、なんかないか、何かないか。こう何もないとこからレシピを発掘するのって大変だな。大きなクローゼットじゃないな。あ、ホテルとか大きなクローゼットいるか、いるんじゃないか。どうしよう。うん、炭洗いをいただけでこだわりの飼育小屋できちゃいました。やったぜ。置いてから5秒ぐらい何も来なかったから、ああ失敗かと思ったら、うん、完成だった。なんだんだろうな、判断がなかなか時間かかるみたいですけど。おお、素晴らしい、飼育小屋を作ったようじゃな。それではいいことを教えてやるぞ。お、何かあるの。犬や猫を同じ種族2匹の幸福度を最大にして、その2匹を飼育小屋に入れる。そして甘いちご。ちょっと待って、甘いちごのレシピを知らないけど、甘いちごを与えて一晩待ってみよう。きっと翌朝嬉しいことが起きてるぞい。え、でも牛はもう子牛が生まれたんですけどね。うん、甘いちごっていうのがあると、そういうのも早いのかな。うん、あと4つで乾きの壺、よし見えてきたぞ。あと4つか、頑張ろう。おう、犬または猫に甘いちご。犬とか猫は甘いちごがあるといいんだね。うん、牛は自然に生まれたけどな。はい、さあ頑張ろう。おう、今のが達成したことによって一個は明かされましたね。こだわりペットを繁殖させよう3回。なるほどね、さっき言ってた甘いちごか。うん、でも甘いちごがどこにあるかわからないので。次行きましょうか。次はムーンブルクじゃない、青の土地ですね。はい、青の開拓地行ってみましょう。ホテルはまだちょっとわからない。うん、じゃあ青の開拓地行きましょう。ちょっとあったっけ、20分の8だから 12個もあるんだ。ここで部屋30も作んなきゃいけない。あと12の部屋レシピを作らなきゃいけない。うん、ここはまだ分かってないのがいっぱいあるんだ。リゾートスパってなんじゃろほい。雪原をたくさん作ろうはまあ簡単ですね。毒沼がまだあれですね。うん、乾きの壺がパワーアップしたらなんで、これもあと全ての色を使ってみよう。花をこうはいけるかな、どうなんだろう、今の手持ちの花でいけるのかな。職業、ああ、そうだ、これも連れてこなきゃね。地面の絵の種類を増やそう。え。とりあえず雪原と色ができそうなのかな。ちょっとやってみますか。はい、ほいほいほい、こんだけ置いても足りない気がする。てか、なんでこんなに雪原作んなきゃいけないんだ。そこが疑問だよ。まずなんでわざわざ寒くするの。超寒がりの僕からしたらよくわからないよ。ギチちゃんを結構間を隙間を埋めるような感じで、おー、いけた。あれ、まだまだ見る限りすごいアイスキャンディー残ってるけどな。さすがに作りすぎた。わあ、パワーパワー、あー、生まれる。よっしゃ、生まれた。よし、順調ですね。あと3個、なんとかしてあと3個。よし、頑張ろう。うん、いろんな花をこう15分の10。これも素材島行ってこないとダメかな。黄、白、黄色、1、2、3、し、あ、どこにやってんの。4、5、6、7、8、9、10で、これで10か。じ
やっぱりあと5個っていうのは15分の10から増えてないもんね。じゃあやっぱりそれも素材島であと5種類探してこなきゃっていうことか。もうすぐ終わりそうなものがなくなってしまったぞ。リゾートスパは謎だしな、全ての色？色？全ての色ってあれじゃダメなの？あのデコ、デコなんちゃらデコ、あ、これ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 石で作れるけど、これこれ、これでちょっと待って、これありなのかな、なしなのかな、なし寄りのありなのかな、これどう使うんだっけこれどう使うんだっけ、久々すぎて忘れてる。置いて作る、黒1、え、これ時間かかんな花咲いた、置く、あ、良さそう、これで良さそう、いろんな色を使ってみようって出てるな、あいてっとなんという狙撃をしてくるんだあいつ。どうすか、ダメダメダメなんこれ、もう置い全部置いたよな、途中で落とされたからやっぱり分かんなくなっちゃった。これこれどうなのこれ、どうなの、8分の6、8ってなんだ、全然8以上あるな、ピンクとか置いてあるよね、なんだろう、これはどう、こういうのもカウント、なんだろうな、こういうブロッカーなしかな、とりあえず、あ、なんか色が激しいやつ出してみようか、色が独特なやつ、こういう謎だよな、すべての色ってどういうことなんだろう、とりあえずこの辺にいろいろ置いてみるけど、分からん、はい、これでも8分の6、ダメですねこれは意識してやるもんじゃないな、何か使ってるうちにそのうち、使ったっていうのが出そうなんで、これは意識しないでいいでしょう。花は15分、あ、13になってる、あ、咲いたからか、じゃあ咲いた時点でやっと判定されるってことか、いろんな花をこうってことは、あの指導帝国のあのすごい花をあと2個置けばどうなんこれ、奇妙な大花と奇妙な花をもう置いてみるっていうのはどうだろう、これダメ、あ、花増えてる、いろんな花をこう増えてる、これもありなんだ、これありだ、え、あと1周花、あと1周15分の14、花でしょ、花、ちょっと待って、ビルダーの書、アイテム、これで目覚ましく、キャベツ、いいね、決まる、これかな、これだな、多分、あ、なんでモンスターになった、まあ花も素材島だな、これはということで、とっさに終わりそうなものはもうなさそうですね、はいあとは素材島ですね、この3000、今870なんで、この870が3000になったら新しい、素材島に行っていろいろもらってこないと、これ以上はちょっと厳しそうですね、はい、というわけで、じゃあ本日はこの辺でお開きにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回はですね、ちょっといつになるか、もう次は何か
何かしら出来上がった時に、うん、上げていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、それではありがとうございました。失礼します。おうす。とりあえず3000たまんないとね、何も進められん。うん。